女の子に花の名前を教わると、うん、男の子はその花を見るたびに一生その子のことを思い出しちゃうんだって。始まりは終わりの始まり。同じことずっと考えてた人を知ってる。何かが始まる予感がして心臓が鳴ったけど。友達だって思ってるのかな。話が合うからってだけなんだ。だんだん焦ってきて、信号はなかなか変わらなかった。押しボタン式だった。カラオケ屋さんに見えるカラオケ屋さんに行きたいです。知らないと君が言う。時計の針が止まって見える現象のことだよ。個人的に白いデニムが苦手です。ウノで、はい今ウノって言ってないから2枚取ってっていう人。気がついたらまた終電の時間が来て、僕と彼女は二人での生活を始めた。なぜか不思議と時の流れを感じることが続いた。いいの？うん。それよりかさ、昨日の夜私麦くんちにピアス忘れてなかった。ひなちゃん紹介しろってうるさくてさ。例えば今君がその瞳濡らしていたとしても呼ぶ声。八谷金です。好きな言葉は替え玉無料です。山根麦です。好きな言葉はバールのようなものです。僕と付き合ってくれませんか。はい、ぜひ。地上のすべてを諦めたら人はいつか空を飛べるって誰かが言った。これ以上何も望んない。そろそろ飛べるんじゃないか。そんな先のことだろう。ただ私たちのパーティーは今最高の盛り上がりの中で始まったというだけだ。僕の人生の目標はキムちゃんとの現状維持です。始まりは終わりの始まり。出会いは常に別れを内在し、恋愛はパーティーのようにいつか終わる。いつまで学生気分でいるんだろう。ずっと二人でいたいって思ってないのかな。彼女が話をしようとしてきたけど、 なんかもうどうでもよかった。どうでもよくなった。まだ読んでるキムちゃんが羨ましいもん。読めばいいじゃん。息抜きぐらいすればいいじゃん。息抜きにならないんだよ。頭に入んないんだよ。好きで一緒にいるのに、なんでお金ばっかりになるんだろうって。ずっと一緒にいたいからじゃん。そのためにやりたくないことも。私はやりたくないことしたくない。ちゃんと楽しく生きたいよ。じゃあ結婚しようよ。今プロポーズしてくれたの。出たの違ってたな。若い時の恋愛と結婚は違うしね。この結婚式が終わったら別れるから。別れたくない。別れなくていいと。ずっと同じだけ好きでいるなんて無理だよ。そんなの求めてたら幸せになれない。またハードル下げるの。ハードル下げてこんなもんなのかなと思いながら暮らして、それでいいの。僕の人生の目標は
キムちゃんとの現状を言う。そうやって僕たちは別れた。